みょうです。よろしくお願いします。まだもういけそう。ちょっとまたカップつけます。あ、この2曲目が終わった後に MC をする感じ。あ、なるほど。あ、もうちょっとかかる。あ、もう大丈夫です。あ、じゃあ。あなたの瞳に映って私は幸せって笑ってる未来を探してた。青と胸を照らす朝。
小さく吐いて寂しくなして隣から私も言いたかったよそばにいてよ しようかなって考えてたんですけど、あの僕軽音の人たちとちょくちょく遊んでもらってて、である人のある特徴があるんですけど、どんな特徴かというと、必要以上にアイスクリームを咀嚼する人がいるんですよね。なんか妙な癖だなって前から思ってて、ただここで誰って言うとつまんないんで、これから皆さんにクイズ形式でアイスを必要以上に咀嚼するのは誰でしょうかっていうクイズを皆さんに出そうと思います。あの例えば別の人の彼女になったらでも今度はあなたみたいに一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけどみたいな、愛しい人の愛しい仕草というか癖というか、そういう歌詞ってあるじゃないですか。そういう歌詞の中で必要以上にアイスを咀嚼する彼みたいなちょっと歌詞があったら秘書になって思いました。じゃあ3曲目頑張ります
次が最後の曲になります。ニョ204なんだ。204です。204でした。204か。いけそう。いや、まだです。あ、204の何でしょう、忘れがたみ、そう、消えちゃった。204が消えちゃったんで忘れがたみとして204が残ってくれたっていうバンド名なんですけど、結構僕としては思い入れがあるので大事にしたいバンド名ですね。やっぱり204っていうのは204もいいんですあ、じゃあ次の曲行かしてもらいます。I'm not afraid to die.
仕方がわからん。